風水と仮想どちらが正しいか、一級建築士としての答えを今日はお伝えします。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。今日はですね、一級建築士から見た風水と仮想ということで、風水と仮想結局どっちが正しいのという内容をお伝えしたいと思います。というのもですね、よく、この質問いただくんですよね。矢野さんは風水と仮想どっちを信じますかとか、風水と仮想どっちの方が信憑性が高いんですかとかいう質問をよくいただくので、今日はそれを取り上げています。ちなみにですね、この風水と仮想って一体何が違うのっていうことを、ご存知の方がいたら、まあ、今日の動画はそこまで見なくてもいいかもわかりませんが、その辺のところがよくわからない、この風水と仮想の違いがよくわからないっていう方はですね、ぜひね、今日の動画見ていただきたいですし、そしてどっちが正しいかっていうことに対する答えをですね、一級建築士の立場として私なりの考えをお伝えしたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。そしてですね、このタイミングでチャンネル登録とグッドボタンの方も忘れずにお願いしたいと思います。チャンネル登録者数もですね、じわじわと増えていましてですね、より多くの人に伝われば伝わるほど私も正直やりがいがあるなという思いもあるので、ご協力いただける方はよかったらチャンネル登録忘れずに押しておいてください。よろしくお願いいたします。そしてですね、これから本題に入っていきますけども、その前にもう一つ、私は普段幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンの方もやっています。Facebook グループを活用した、やり方なんですけども、その中ではですね、そのサロン内でしかお伝えしていないような、いろんなライフスタイル術の話とか、月に1回から2回の Facebook ライブとかですね、あとは毎月の運気の活用法、細かく整理したものを個別にお伝えするみたいなこともやっています。興味がある方は概要欄から、覗いてみてください。よろしくお願いいたします。ではですね、これから内容に入っていきますけども、まずは風水と仮想の違いについてを簡単に説明したいと思います。まず風水っていうのはですね、今でも中国や香港、台湾などを中心に扱われている学問、そして統計学というふうに言われています。統計学っていうのは、こういうバリエーションの場合こういう事象が起こりやすいっていうのを、何千年もかけて、統計学的にまとめてきたものという学問だということなんですね。でこれがまず風水なんですけども、そしてもう一つの仮想はですね、6世紀頃ちょうど仏教が伝来された、日本に入ってきたタイミングと同じくして、中国から入ってきた陰陽五行というものをベースに、あとは日本の風土で培われてきた、ノウハウになっているというものなんですね。これもですね、ですから6世紀頃では風水も仮想も同じようなものをベースに、構成されてたんですけども、そこから後の、まあ、この14世紀5世紀間、まあ、1400、500年の間でにですね、それぞれの文化風土で、全く違う体系のものとして、作り上げられてきているということが言えます。この仮想に関してもですね、統計学をベースに、まとめられているものなので、基本的には統計的なもので、お互いそれぞれの、この学問が成り立っているというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、ここからいろいろ話していくんですけども、まずね、風水と仮想の考え方が明確に違う部分があるんですけども、まずそのことをお伝えしようと思います。まずはですね、鬼門っていうものをよく聞きますよね。風水とかで鬼門っていうのがあるというふうに聞いたことがある人も多いかもわかりませんけども、まず鬼門っていう考え方は仮想にしか存在しないんですね。この、6世紀頃に入ってきた、この仮想の原型のものですがですね、日本の、こう文化風土とともに育っていく中で鬼門という発想が生まれてきているわけなんですね。ですから、中国の方の、風水ですね、風水にはこの鬼門という発想は基本的にはないんですよね。ですから興味深いのは、よく風水と言いながら鬼門の話をしている専門家もいますけども、後でまたちゃんと説明しますが、基本的には仮想のことを言っているというふうに思ってみてください。はい、そしてもう一つはですね、風水と仮想で明確に違うのは、仮想っていうのは各方位に固定の資質があると考えています。例えば、北であれば、家族関係とか健康というものを司っているとかですね、あと東であれば発展的であるというようなことを司っていたり、南であれば、
競争力とか、あとはクリエイティビティというものを培っていたり、そして西の方では、交流とかコミュニケーションというものを例えば培っているというか、保有しているというふうにして、方位によってですね、確定した要素があるという考え方をしているのが、仮想なんですね。それに対して、風水というのは、道路と玄関と、建物の正面の向きで、この方位にどういったものが生じるかとかいう見立てが全く変わってくるという流れなので、基本的にはですから全くその辺が違うんだということを知っておいてください。そしてですね、なんで、日本で、仮想のことを風水というふうに言っているかというとですね、今から30年ぐらい前から日本でも、この仮想のことをいろいろ広めようとして活動されてきている人たちがですね、仮想のことを風水仮想というふうな名前で呼んだりとかですね、あとは、仮想はですね、基本的に九星気学っていうものをベースにして作られているので、九星気学をベースにした、風水だという言い方で、九星気学風水という言葉で広めてしまったっていう背景があります。ですから、日本の中で仮想のことを、風水仮想とかですね、風水とか言ったり、九星気学風水の九星気学を外して風水という言葉が広まってしまったり、そこで、中国の、伝統的な風水との区別がつかなくなってしまったということがあるから、この辺がですね、ごっちゃになってるということなんですね。ですから、一般の方にとっては、その辺の、それぞれの、理由があったとしても、一般的にはですね、風水と仮想って区別して知っておかないと一般の方は混乱しやすいというふうに思うので、私はここでお勧めしたいのは、一般的に仮想のことを風水と思っている人が多いんですけども、鬼門とか裏鬼門っていうものがあるものは基本的に、仮想なんですね。ですから、そこのところを知っておいていただきたいなと思います。このようにですね、風水は中国伝統風水という、正式名称があるので、風水は、中国伝統風水のことだというふうに思っていただいて、そして仮想の方は、日本古来のもの、鬼門とか裏鬼門というのがあるのは仮想なんだというふうにして理解されるのが一番わかりやすいと思います。ではですね、今日の本題なんですけども、この風水と仮想どちらが正しいのかということに対して話をしていきたいと思います。私自身ですね、これまで、この2020年の8月時点ですけども、これまで110件ほどの、住宅の設計を手掛けてきてます。その一級建築士である私の見解、私もこれまでいろいろ風水士の人と、仮想鑑定士の人と組んで仕事もしてきたこともあるんですけども、結論を言うとですね、どちらが正しいか、これなんですよね。どちらも正しいというのが私の見解です。なぜかというとですね、なぜかというとここなんですよ。風水と仮想それぞれのやり方で成果を上げてきているからなんですね。風水して組んで、風水で家を作った家が、見事にその家族の運気を底上げしていることもたくさんあるし、そして仮想の鑑定士の人と組んで作り上げてきた家も同じく成果を上げてきているという側面があるからなんですね。ですから、どっちが正しいかっていうふうに言うと、両方とも私は成果を上げているということで正しい部分があるというふうに思ってます。ですから、例えば風水をやっている人が仮想は精度が低いとか、仮想をやっている人は風水を中国のもんで日本のもんじゃないというふうな形で結構メディアの中とかインターネットの中でも論争を起こしてますけども、私としては両者とも、住む人が幸せになることを考えながらやっていっている、それぞれの専門家なので、ある意味同じベクトルを目指しやってる仲間なんですよね。ですから、そういう住環境を整えようとか環境を良くしようと思ってる人同士、私はお互い、切磋琢磨しながら高め合っていけばいいんじゃないかなと個人的には思うんですけども、ですから、この、どっちが正しいかっていうところでこうあまり足を引っ張り合うことは意味がないかなというふうに思ってます。ただですね、一つ気をつけなきゃいけないことがあります。それは何かというと、やってはいけないっていうのがですね、風水と仮想の考え方をごちゃ混ぜにしようというふうにして考える一般の方がいるんですね。ですから、例えば純粋に中国伝統風水系でやってるのに、鬼門と裏鬼門のことを話して、それも織り交ぜてくださいっていうふうにしてごちゃ混ぜにしようとする人がいるんですけども、それはですね、風水師の人のある意味の
学問を否定してしまっているようなことになるので、これは良くないと思うんですよね。もし鬼門とか裏鬼門のことが気になるんであれば、仮想の鑑定士の人に見ていただくのが一つだということだと私は思います。このようにですね、体型が違うのでごちゃ混ぜにするということ自体が良くないということをね、まず知っておいていただきたいということ。そしてですね、もう一つすごい大切なのは、どちらにしても重要なのは結果を出している鑑定士に見てもらうのに限るということなんですね。それぞれ風水で鑑定する人、仮想で鑑定する人、もちろん駆け出しの頃っていうのはそんなに結果を出しているわけではないんですけども、ですけども早い人は1つ目2つ目ぐらいから本当に結果を出し始めている鑑定士の人もいます。もちろん30、50、100、数千、数万という鑑定実績を持っている人たちもいますから、もしあなたが風水とか仮想をね、扱うというか、まあ取り入れようと思うんであれば、実績のある鑑定士に見てもらうことがポイントだというふうに思います。実績があればあるほどその精度が高いというふうに思っていただいたらいいんじゃないかなと思うんですよね。ですからどちらが正しいかというよりか、できるだけそういう鑑定士の人を見つけて見てもらうということをお勧めするというのが、どちらかというと私のこの答えの結論になってくるかなというふうに思いますね。はい、本当にここをですね忘れずにしてみてください。はい、ということでですね、今日の話そろそろ終わろうと思うんですけども、今日の話面白かったなと思う人はぜひねチャンネル登録と、あとは、コメント欄に、風水とか仮想でこんな話を取り上げてほしいという話があったら、そういったものも題材にしてですね、またお送りしたいと思いますので、よかったらコメント欄に、そういったご要望とかですね、あとは個別に相談に乗ってもらいたいなという方は、私は今LINE の方で個別相談を受けるようにもしていますので、 LINE の方に登録いただいたりしたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今日の幸運住まいチャンネルいかがだったでしょうか。ということで今日の幸運住まいチャンネルそろそろ終わろうと思います。今日も素敵な一日になることをお祈りしています。それではまたよろしくお願いします。